阪神601系電車、阪神601系電車、阪神601型電車は、かつて、阪神電気鉄道が保有していた、鉄道車両で、当初は371型という形式名で20両が製造された。同社では初めて反抗性車体を採用した、形式である。1924年8月、藤永伝造船所において一度に20両が、 製造された。反抗生者として製造されたが、車体は木製車の311から331型と、同仕様の全長約14.2メートル、側面窓配置は D6D6D の3、扉ロングシート車で、両端部の扉には、平洋軌道区間における情報に対応して、土部分にステップを取り付けて、ホールディングステップも装備した。 中央扉は急行専用の高床扉で、日本初の自動ドアが採用された。前面は311系以来の5枚窓で、米国で流行したスタイルを採用したものの、製造当時はすでに古式となりつつあるものであったが、阪神では本形式の次に登場した401型までこのスタイルを襲わした。また、全面貫通扉左右に、 主制御器やブレーキ装置を取り付けていた関係で、運転時には運転士が中央に立って左右に大きく手を広げて運転操作を行ったことからバンドのドラマーに例えてバンドマンとのあだ名を授けられた。図色はライトブルーで、後に京阪神観光線の201系などに使われた青22号に近い色であったと言われている。台車は グリル 27MCB-2X を採用、モーターは3 0 1系以来の 37.3kW の GE-203P を4機搭載し、制御機は331型と同じ PC-5、ブレーキ装置は、初採用の SME 非常直通ブレーキをそれぞれ装備した。また、終電装置は、併用軌道区間があった関係で、ポール終電を採用したほか、 全車に折りたたみ式の救助網及び、トムリンソン式密着連結機を取り付けた。本形式は、阪神初の構成車として登場しただけでなく、ほぼ同時期に登場した、阪急500型や、京浜で51型などと、同様、日本のインターアーバンとしては最初期の構成車として知られている。1929年には、 371型は401型と共に改版を実施され、形式を601型に改めた。また、1931年終電装置をポールからパンタグラフに換装し、東洋電気製造製の TDKG を、奇数車は大阪側、偶数車は神戸側にそれぞれ取り付けた。翌1932年にはパンタグラフを、 シワウラ製作所製の RPG-17A に再換装する車両も現れ、後に大半の車両はこのパンタグラフに取り替えられた。また、この頃に1001系同様塗色を茶色に変更されている。1933年の神戸市内地下線開業に伴って新設軌道線から平洋軌道区間が消滅したことから、救助網及びホールディングステップを撤去。 翌1934年からは、両端扉の自動扉化を行うとともに、半数の車両はステップを切り上げて、中央扉と高さを揃える改造を実施した。合わせて、貫通ホロを取り付けたほか、貫通扉を木製のものに交換している。このように、601型は、阪神本線の高速化に対応した改造を実施されたが、台車の位置が、 従来のままであったために車端部のオーバーハングが長く台車中心間隔が狭かったことから他形式に比べると動揺が大きく乗り心地は良くなかった。まだ SME ブレーキの機器があまり良くなかったために3連運行が最大連結量数であった。搭乗当初は急行運用にも充当されることがあったが401型や831系の増備に伴い 301計画形式とモーターの出力が同じであったことから普通運用やラッシュ時の臨時急行の運行に多重等された。これは301計画形式が1001計画形式に交代化改造されても基本的に変わらなかった。また、甲子園線の多脚時には新設機動線唯一のステップ付き車両という特性を生かして 本線から杭瀬連絡線経由で国道線を経て甲子園線に入線した。その際には終電装置をポールに換装している。その後も601型は普通を中心に運用されていたが、戦時体制下において物資統制が厳しくなるにつれて必要部品や消耗品の入手が困難になってきたことから故障者の修理に苦労を重ねることとなった。そして、 太平洋戦争末期の1945年になると、戦災以外にも事故によって601型が被害を受けるようになった。3月21日夜には、西宮駅留置中の602がコンプレッサー故障によって全焼したのを皮切りに、4月23日未明には、三宮駅構内に留置中の車両のうち26両が消失。 601型は6億561万2616の3両が全焼した。6月5日の神戸大空襲では、透明車庫に留置中の603が全焼。被害はそれだけに止まらず、終戦直後の10月8日には、春日の道駅付近で、出水のため立ち用した6億161万7619が、デッドアースのために全焼。 601系の半数に近い8両が全焼するという手ひどい被害を受けた。これらの車両は、他形式の被災者、同様1946年6月29日付で廃車され、車体は、錆止め塗装を施された上で、天ヶ崎車庫の片隅に留置された。このうち601から603の3両は、翌1947年に、 残りの車両も1949年までに、それぞれ川崎車両、溝口車両、関西工業の各社で、復旧工事が実施されて車席復活したが、この際に、前面、側面とも大きく改造され、前面は1101型に準じた3枚窓となったほか、側面は D1D5D5D1D と、客用扉を移設して乗務員扉を設けた。 ことにより大きく印象が変わった。合わせて乗り心地を向上するために台車中心間隔を広げる改造も同時に行われた。ただ、川崎車両で復旧した車両と溝口車両、関西工業で復旧した車両では運行標識版の取り付け位置がなっており、全車は851系、同様全面車正台側に設けられたのに対し、 後者は従来通り貫通扉上に設けられていた。また、他形式同様1947年から数年間茶色と窓周りクリームイエローの通トンカラに塗られていたほか、側面の車番表記も現在と同じ縦長ゴシックに変更された。このほか、被災しなかった車両も1952年までに台車中心間隔を広げる改造が実施されたほか、 ステップが残存していた車両は同時にステップを撤去して床をフラットにする改造が実施され、さらに1953年には全車ブレーキを SME から AMA に改造した形式との混結や同型車で4連を組むことが可能になった。その後、1954年の3011型に始まる大型車の導入により、 他の小型車同様ドア部分に張り出し式のステップが取り付けられ、1956年までに左幕板部への微灯の増設が行われた。また、同年9月4日に、新材系機構内で発生した衝突事故によって605と617が大破、617は即日廃車されたほか、605も1957年2月に廃車された。 しばらくは1 0 0 1計画形式とともに、普通や電防線での運用を中心に、ラッシュ時の区間急行や、準急運用にも導入されていたが、大型車の増備が進むにつれて、車齢の高い本形式は7 0 1万10001型に、ついで置き換えの対象となり、1959年12月に、まず5両が廃車され、翌1960年2月には6両が廃車された。 残る7両は3月と5月に9社となったが、9月のダイヤ改正で昼間時の普通のダイヤが、ジェットカーの性能に合わせたダイヤとなり、朝夕もジェットカーと1101計画形式で、まかなえるたに、復帰の余地はなく、12月に全車廃車された。なお、廃車後60万9610が、淡路交通へ、604が、野上電気鉄道へ譲渡された。 どちらの路線でも全線廃止まで使用されたが、中でも、野上電鉄も、二十四号となった六百四号は、同車線の廃止後も百1系ともども阪神に変換され、天ヶ崎センタープール前駅近くの高架下にある、阪神の施設で保存されている。阪神変換時に、阪神の旧塗装に塗り替えられているが、終電装置や台車は、野上電鉄時代のもの、Z 型パンタ。 南海中この 1067mm 台車となっている。通常は公開されていないが、公道から金網越しに見ることができる。1999年3月20日に開催された5261軽引退記念イベントと、2010年10月9.10日、11月13.14日に開催された21世紀の甘がさ 運河再生プロジェクトレンタサイクル社会実験の際に一般公開された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。